ちは、こんばんは、ゆずきです。今日はちょっと TikTok で見たテクスチャーアートっていうやつやってみようかなって思って今動画を回しました。なんかテクスチャーアートって調べてみてもらうとわかるんですけど、なんかね、重曹とペンキを使ってそのキャンパスボードとかにこう模様をつけたりするやつらしくて、ちょっとやってみたいなって思ったんで今からやっていきます。で、材料の方を買ってきました。全部100均で揃えました。それがこちらです。と、重曹と筆と、あと模様をつけたりとかに使うこのプラスチックのナイフとフォークと水性のペンキ、白のペンキと、白のボール紙と、絵の具と、紙の器、すぐ捨てられるように、あと紙コップ、あとこれに、枠に入れようと思って、キャンパスボードみたいなの欲しかったんですけど、セリアには売ってなかったんで、ちょっと反射しちゃうかな。このパネル、額縁を買ってきました。これ使って作っていきたいと思います。最初にこうやって完成した時にはまるように切っていきたいと思います。いい感じだね。いい感じだ。オッケーオッケー。中に絵描くからここの分出ちゃった。ここに線引いて、見えるかな。で、ここにマスキングテープ貼ります。の額縁のここ内側当たる部分にマスキングテープして、ここだけ色くっつかないようにして、あとはゆっくり剥がせるようにしました。よし、これでキャンパスボードの代わりは OK。 なんで実際に色塗っていこうかなって思ったんですけど、その前にいろいろここにちょっと下書きっていうか、こうするっていうのちょっと書いてみようかな。今日ね、海みたいにしたいんですよ、ここを。なんでここら辺までをだいたい砂にして、もうちょっと広くてもいいかな。ここら辺まで砂にして、こっちを海にしたい。ちょっとカメラ見ながら撮って書いてるからめっちゃ字下手だ、やばい。海にしたい。で、こっちからこうグラデーションかける感じで作りたい。よし、まあそれはやってみよう。こんな感じで若干簡単に下書き書いて、あとは実際に色を塗っていきます。で、こっからこの重曹と白いインクっていうのを使って、僕もね TikTok でチラッと見てさ、なんか分量とか別に書いてなかったからあんまりわかんないんだけど、つかみつかみやっていこうと思います。で、白いインクをこのお皿に、入れて、
ジュースをお好みで入れる。で、混ぜる。見て、なんかザラザラになった。なんか前動画で見たのがこんな感じだった気がする。これに今度は砂浜の部分を最初に作りたいから絵の具で色をつけていきます。ジュースを出してみる。なんかさ、本当はアクリル絵の具とか使うときに使う、なんかなんていうの、パテ、なんていうのあれ、こうスーってできるやつあったらよかったんだけど、売ってなかったからナイフのこっち側使ってやろうと思います。できました。これ今枠に入れたんですけど、こんな感じですね。なんか遠目から見るとちょっといい感じかな、わかんないな。まあでも初心者にしてはうまくいったんかな。海に見えんのかなわかんないけど、でもなんか楽しかったです。ちょっと時間かかったけどいい感じかな。ちょっとまたリベンジしたいな。なんかお花とか描くのもね、TikTok とかにあったから、そういうのも今度やってみたいな。じゃあこの動画がいいと思ったら、グッドボタンと高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。